容疑者死亡で書類送検です。1970年代の連続企業爆破事件で、警視庁公安部は神奈川県内の病院で先月死亡した重要指名手配犯の桐島聡容疑者を容疑者死亡のまま書類送検しました。1975年の韓国産業経済研究所ビル爆破事件など5つの事件に関与した殺人未遂などの疑いが持たれています。書類送検を受け、警視庁は桐島容疑者の指名手配を解除しました。